こんばんはです。いやー、ちょっと寒いですね、やっぱ夜ね。はい、ちょっと今日もね、昨日に続いてまた、ブルザイマッチの練習しようかなと思ってます。ですね、このね、ブルザイターゲット、私、黒丸使ってますけど、この APS カップのブルザイのターゲットを使って、2分間で5発を10回やるんですね。それで何点かっていうマッチなんですけど、ブルザイマッチってね。うちでやってるんですけどね。で、点数はね、ちょっとね、X を10点にして、X 以外の10点を9点にしてですね、まあ、おいおい説明していきますんで、それでちょっと500点満点でさ、何点出るかという、ようなシステムのマッチになってます。2分間でまずね。あとは大体もう、大体とかほとんど、全く ABS カップと同じルールで、ブルザイ打ってきますね。じゃあ、重厚カバー外して、サイティング練習。よいしょ。今日初めて打つんですよ、実は APS は。全然今日打てなかったな。じゃあ行きましょう。明日ね、ブルザイマッチとかクラブマッチあるんでね、その練習方々、ちょっと打ってみたいと思います。じゃあまず第1ターゲット行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。よかったら皆さんもね、一緒にね、打ちましょうね。どうかな、今日は。あんまり良くなかったんですね。ああ、今日も不安だな、これ。まあ、そりゃそうなんだよね。朝ね、朝起きたら急に上手くなってるわけないからね。全然荒い。いつ0点いってもおかしくない、これ。それじゃダメなんだよね。ため息ばっかりしてるの。そこそこ当たってる気もする。5発割ったんで、ターゲットを動かしてみます。ああ、全然ダメ、やっぱり1個。何発目これ。ああ、やっちゃいましたね、いきなり。よし。最初だからこれ、ちょうどいい感じの出たな。いきなりやってしまった0点。こういう感じになるんですね。まあ、X は10点。で、本当だったら10点なんですけど、APS カップのルールだと。これ9点にしてるんですね。まあ、100のな X とかよりも、点数にしちゃった方が楽なんで、ただそれだけです。ですんで、これだと、本当だと38点ですよね。普通の APS カップのルールだと。ところが、これ9点になるんで、37点になるんですね。じゃねえや。38点が36点ですね。ああ、いきなり0点か。まあ、でも言った通りだね。まあ、0点いってもおかしくないという力はちゃんと0点にいくようになってるんですね、これがね。だったらそういうふうに打たなきゃいかないかということなんですが、これがまたね、そうは問屋が下ろさないってやつなんですよ。では、続いて第2ターゲットいきましょう。じゃあ、もう15カバー外して、サイティング練習はしててくださいね。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディー、ゴー。左下に行ったのか、何発目だったんだろうな。さっき。
気楽に。これじゃダメだよ。これ絶対左行くって。また。5点が1つあるかな。昨日より悪いな、さらに悪化のスピードがとどまんないですね。はい、こんな感じでした。9、28、26、34、39ですね。5、6、7、8、9、10、11。よし、ただ開けてるぞ。39では、もうあれですね、よかったらサイティング練習しててくださいね。75、よいしょ。また遠くなったな。なんか一瞬夜明けが見えた気がしたんだけど。さあ、では第3ターゲットいってみましょう。じゃあいきます。スタンバイ、レディーゴー。今のでいいや。倒立も早くなってるね。5発目。まあでも、そんなに悪くないんじゃない、実は5発目。でも、結果一番悪いんだけど。さて、交換。あと8でどうなるか。よし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 。ちょうど10分ぐらいなんだかな。はい、こんな感じでした。8点が2つ。2、4、5、あー、これ入ってないか。6、44点ですね。まあこんな感じでね、やっていくわけなんですよ。だんだん点数上がってる。119。昨日の点数に並んだ。
はい、では第4ターゲットいきましょうね。よし、それではブルザイマッチの第4ターゲットいってみたいと思います。はい、スタンバイ、レディーゴー。チュンチュン、トゥトゥトゥン。しかし焼いていいんじゃないか、もしかして。あー、1個5点だ。1個5点いってるけど、なかなかね。そうですね。はい、こんな感じでした。43点かな。567、ということは、ここでちょっと差が開いてくるんだな。43、162。昨日より2点負けてますね。さあ、折り返し、第5ターゲット打ってみましょうか、早速。じゃあ行きます。スタンバイ、レディーゴー。さ、試合になるともっとひどくなんだろうな。まあ、ね、こんなにも、こんなにいってください。左行っちゃうね。まあ、発展でとどまってるね。おお、とどまってるよ。とどまっている。これは逆に、これは発展なのか。2467。まあでも、これは出るといったとこかな。こんな感じでした。43点ですね。43。よいしょ、ちょうど折り返しですね。さあ、皆さん何点ですか。大体ここでね、220点以上いっときたいわけなんですよ、本来はね。
まあもっと上行く人はねもっと行っちゃうわけなんですけど、私はまた昨日と一緒、なんと昨日と一緒です。205点。昨日はこっからまあまあ頑張ったんだよな。でも最後よかったですね。では続いて、第6ターゲットいきます。よいしょ。皆さん今のところ何点ですか？はい、じゃあいきましょう。スタンバイレディーゴー。さあ V 字回復できるといいな。追い込んでますね、相変わらず。さて、惜しいんだけどな、やっぱこう手にいっちゃってんな。5、6、7、8、9、41点でしたね。これがね、8点で粘れるとね、まだいいんだけど。覚えられるな、これ。41、246ですよ。遠目乗ってどっか行きたいですね。あれ、時間は8分か。一回切んなきゃダメだな。ちょっと一旦止めます。いくつでしたっけ？第7ターゲットですね。さあ、元気出していきましょう。そうですね、じゃあ行きましょう。スタンバイレディーゴー。左上発展にいてくださいます。ダメだ、もう口、言葉が喋れなくなっている。左、視力検査じゃないんだからね、本当に。真ん中を、このぐらいの感じで、もうちょい丁寧に。一番力的には5発目が一番良くないと思ってんだけど、それが一番いいとこ行ってるんじゃないね。ああ、そうか。
まあしょうがないか。やりましたね。はい、5点2つだなこれ。12、3、4、まあ1個は10点だ。どこは12、3、37点。いやー厳しくなってきたなこれ。よいしょ、37と。さてここで37、これは痛い。283か。だんだんこれね計算ができなくなってくるんだよね。なんかね数字がいっぱい並んでると。さあ続いて第8ターゲットいってみましょう。スタンバイ、レディーゴー。もう諦めんだ。4発目の打ち方でいきたいな。さて、おお、今日初の45を超えた。ギリギリ。これ入ってる？あ、入ってる。インテル入ってる。47ですよ。嬉しいね。嬉しいじゃないの。ここでの47。さっきの30、なんだっけ、37が、これで帳消しになるよ。47。都道府県。330だ。330。さあ、あと2つ。このままもう1回いけるね。はい。それでは、第9ターゲットいきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。
五発目ちょっと入っちゃったよ。超ラッキー。そうだよね。うわ嘘でしょ。良すぎてびっくりしてます。お、これは48ですよ。すごいな。どうしたここ急に。378。すげえ追い上げてるじゃん。昨日と1点差。そして昨日はこの後34点だから昨日超えそうですね。釣ってる間にバッテリーがないぞ。一回止めます。さて、さあいよいよ最終ターゲット。さあ皆さん今まで何ホント何ここまで何点でしょうか。本当はねここでね400点いっておきたいんですけどね、まあ今のところ私は378点ですね。まあ今日もなんとか400は超えそうですね。昨日はねこの時点で379で終わったら413点だったのね、まあ、40点以上いけば昨日より超えますね、まあ、あんまり考えないですね。とにかくトリガーをねなんとかそれなりに引きたい。では行きましょう最終ターゲット。皆さん頑張ってくださいね。行きます。はいスタンバイレディーゴー。ああ、障子合わせようとしてんのか。今の多分5点いったな。暴れん坊将軍だ。はい、終わりました。さあ、見に行きたくないなこれは。ああ。危なかった。なんとか40点ですね、これね。こんな感じでした。5点、5、6、7。あ、そっか、これちょうど、そっか、8点が2つかね。まあもう一回おさらいですけど、これ X がね10点で、ここ10点とか9点、だから19、8、8、5ってことなんですね。でもうちょっと出たら0点になるってことね。ですんでこれは、5、6、7、8、9、10、40点ですね。40点。さて、何点になったんだ。割ってみると40点ということは418。もう2点欲しかったな。420点のっけたかったな。よし、はい、ということで皆さんどうもシュルター方お疲れ様でした。こんな感じでしたね。最初の0点が痛い。
まあ悪いなりにまあまあなんだよな、俺的にはこれ。で、こんな感じでしたね。これがね、先週の試合の時。最後15点だもん、これ。これやりすぎだよ。そんな顔、そうだよね。まあ。つうことでね、これ何時に上がるのかな。まあもしかすると日付変わっちゃってるかもしれないですけど、そこまでいかないか。20日の、土曜日ね、祝日なんですけど、このブルザイマッチと、こっちにずっと貼ったクラブマッチ。クラブマッチっていうのはね、APS カップのシルエットから一周回ってくるんですね、ここでね。をやりますんで、よかったら皆さんね、参加してくださいね。で、ブルザイマッチの方は多分午後3時かね、まあ人数にもよるんですけど、人数はね、結構来ていただけると、4時ぐらいになっちゃうんですけど、ずっとこんな感じで回ってきますんで、で、僕よりね、上手い方が一緒に打ってくれると思うんで、ツイッターにね、その都度経過乗っけていくんで、それに合わせてね、ぜひね、ちょっとね、よかったら打ってみていただいたらいいんじゃないかななんて思うんですね。まあ、あとこの動画に合わせてね、まあ私はちょっと役不足だけど、一応一緒に打ってみてやろうじゃないかと。40点ぐらいハンデください。私40点ハンデもらって、勝ったら相当大したもんですね。460点いったら大したもんだと思います。はい、そんな感じでちょっとブルザイマッチ打ってみました。でもやっぱ面白いね、これ。我ながらなんだけど。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてね、もし、一緒に打ってやったぜという、方、どうもお疲れ様でした。失礼します。さよなら。